どうも長谷川です長谷がたさあですねいよいよ本日この後12時半から日本対 UAE ということでこれも代表ユニフォームを身にまといですね代表モードで日本対 UAE 直前生放送を行っていきたいと思います。ニッパ バニッポン、ニッポン、ララ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 、ニッポン、ニッポン、ニッポン、ララ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 、ニッポン、いや、ゴキブリの方はちょっと NG の方です。高木選手、そうですね、今回、招集されましたが、ちょっと怪我で別メニューということで出れないという情報も出ています。 これコアロンがですね、えー、大,体大学生の頃ぐらいから使っている日本代表ユニォーム、そしてこのサムライブルー、これですね、まだめこのタオルです。こちら日本代表のタオルになってます。2010年なので、奈良崎ですとか川島、ちょうどあの南アフリカ大会の時ぐらいあ、違えか、あれ2010て何大会だっけ南ア,南アフリカ大会をコアロンが期待する選手は、まあ、 FC 東京の選手はも,うもちろんだと思う、ね、やはり今回、今のですね、今の安行を、今の安行を守るも攻めるも、そうです、ホームでの借りを返してほしい,いや、そしてコアロンはですね来週の対戦には、森重キャプテン、吉田麻也さんじゃないですかね、ど,どっちのいいかな、対戦いきます。 生まれて初めての日本代、まあ、これ、正直、あのーまあ、これ、にわかだと思われてもあれですね、日本代表の試合に関しては、そんなに、あもうめちゃくちゃ見るの、応援するの好きですが、生で見るのは初めてです。突然も行きます。さ今度がオーマルを止めます。<noise> ということで、皆さん、日本代、逆に皆さん、コロンも追加招集です。対戦あったら、ぜひ声かけてください。

ゲットゴールゲットゴール岡崎ゲットゴールゲットゴールゲットゴール,ゴール新しい日本のちゃんとどんなんですかね岡崎ゲットゴールディエンドデーキメテクレ決めろキメロオーカあとあれ好きですね山口ホタル

キヨタケキヨキよタケビヨン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 どうぞ許ヨンビ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 ヨンいヨンビ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 ヨンりヨンビ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 ヨいビヨンいヨンビ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 ヨ 今トンネルにいます。今トンネルにいます。うううううううーうーうー。大阪調子いいと。じゃあ、ちょっと長谷川達也を熱い気持ちたぎらせる。カチューシャちゃん、カシャ、カシューチャちゃんとって、それ、何ですか、それ。ちょっと調べてもらっていいですか。代表の逆に皆さん教えてほしいです。

ギ,ンギラギラにさりげなくそいつがコハロンのやりお駿河をとって世界一いやうたかはナイジェリアですよ。ベアスいきます。 青黒大阪青黒大阪見せろゴーる貫けよ大阪スタイル東京東京眠いやにマ,マニマニペイパルで出てきたんで山あ行きます山あい来と新潟も行きます

高いアジラすみません、ちょっと動画の方がもしかしたら画像画質悪くなっているかもしれません、打ン状態です、申し訳ないです。河野選手、今回、森重選手と久しぶりのピッチの競技になります、ぜひ日本を無失点、そして勝利に導いてください、ユニフォーム古すぎてすいません、2010年か9年ぐらいです、これは大体30分ぐらいやって、えー、コハロンは、えー、とコハロンハウスの方に移動して、今日ココロンハウスの方で見る予定です。 バモバモとダゾってるって意見も聞いてますダゾよりひどいと <laughs> 申し訳ございません <laughs> 今 UAUAE どうしましょうさあ日本代表までの時間イントロクイズやりますかダゾってますダゾっ UAE You I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  出てこいポンコツ言い切も出てますてんぬづんとの電波いや今日も学校で先生に投げられましたちょよ長谷川立はおかしいねさすがに yeah, <but> I can speak English can you speak English?

みたいなっちゃうんで、<laughs> 高校特定とかブンあっブンブンあっブンブンあっブンブンそうレガシーカムキンに来れるとギャッと柔道なんですけどまあコハロンの学校はですねまあ柔道着がありましてこの柔道着に着替えてかつこの 帯,帯に短かしたすきに流し「命短しい恋せ男男男歌か歌か歌か歌歌歌」いやまあその柔道の時間なんですがあまあ道業来ましてこう道業しっかりとこう結んだ上でえチャイムを聴くと、まあ、これが大前提の授業だったんですね。<laughs> ただし、よよよ、 今、肩が痛くなっいやいやおかしいでしょ別に先発してねえのにそういう授業がありましてまあ、いつも皆さんもちろん授業前にしっかりとこう帯を結んだ上で授業に臨むというのが定番なんですがちょっとコハロンがちょっとまあこう帯に,帯にこう結ぶのちょっと手間取っていたところクラスのやつらがその心の帯をこうもう肩結び状態にしてゲッチゲチのガチガチのごっちっちにしてきたんですよすいません いや、すいませんって、おめえかよ。でも俺もやって。いだおそれおかしいでしょって。あとコメント聞いちゃったなんかどうだぞってるだぞってんのかだぞってるのかでも、その柔道のガチガチに結ばれまして、でも、全然取れなくて、もそのままもうチャイム鳴っちゃったんですよ、先生が来て。じゃあやるぞみたいな形で。 で俺がまあ,まあそこ全然もう同義結べてないのですし全然もう肩結びもすごすぎて外れないでちょっとイライラしながらやってたら「お前何やってんだ」みたいな感じになっていやでもこっちもやっぱもう肩結びされてそうイライラした状況でちょっと熱くなっちゃって「いやちょっとそれじゃ無理ですよ」みたいなもうそういう感じでちょっと先生歯向かう感じになっちゃってでそしたら先生が「ちょっとお前もうふざけんな出てけよ」みたいな感じになったんでこっちも「ああじゃあ出てってやるよ」っつってバーンとこうして出てったら先生がすぐ追っかけてきて「止まり投げ!」。 う大事件がありましたどうも秋田豊で,すでもあれであれでしょチクったんでしょ俺らのこと。いや、チクったってなんだよ。いや、他のやつらにやられ,ます、ね、あれだあいつらがやったって言って <laughs> やって、マジで。だ、それで授業の最後にだ、チクったんじゃなくて、マッチコミッショなのにちゃんと抗議文でしょ、<laughs> ょ<っ>それは。事実を伝えたんで、承認刊文なんだけその授業の最後に、あの後半論にやったやつ、ちょっと残れみたいな感じで。いやだ、だそりゃそうでしょ。 でそれで最後残されて、はい、でめっちゃ怒られるのかと思ったら、まあ、そういうことやりたくなるのは分かるって言われたってい,いやだからそれもいおかしいでしょこっちはきれってあんだけボロボロと思いだけしてんのになんでそうお前らも若いからそこでやっちゃうの分かるみたいなおかしいでしょ意見書提出ですよこれはお給食のプラム先生に投げるのやめてよ確かこれマまマプラム好きじゃないけど誘ってんじゃん馬面を誘ってんじゃん じじじゃあじゃあじゃゃに誘ってんじゃん小羽村銀じゃないよ小羽友じゃないお,いお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 い <laughs> ちょっとまずいって実名鳴り響いてるのはな <laughs> 小羽友学園はちょっとほんと途中の払い下げしませんしないんでほんとにいやほんとポンピーも怒られてました怒られましたあのだポンピーもらえるんだ,<の>だポンピーじめっこえだから ゲタ箱で投げられたときすごいガッシャンと音がしてやもややってやるりすぎたちょっとやりすぎとやすぎだと思ったんですけどいやだっておかしいでしょってそれは <laughs> いやだもうポンピーいじミっこですやっちいじりっこあうまずらさんありがとうございますいやうまらさん我らの YouTuber の大先輩うまらさん登録者7万人突破おめでとうございます皆さま握手うまらですうまら先生イエローチョースピンポン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 だ素晴らしい はじめ社長の,の件はじめちょっと語られないですこちら、ね、なんでだからなんで同じようなことしてるおいやしたことねえだろその言い方だとそんな感じするだろ <laughs> 人のこと言えない、ね、いや,いやだからまあちょっとそのやっぱりまあ、まあ、もちろんそのね浮気とか、まあ、同じ女の子を並行しちゃうとかっていうところはまあまあ世間一般的にはもうよくないことなんですが もうただその恋愛のことはもう正直当事者しかやっぱ分からないんですみませんちょっと亀池さんたねもう俺フォアトム書くんじゃないですけど、まあ、恋愛のことはもう本当にまあ相手に女性の方はもう分かりますまあ確かにこうみんなにこうって言ったりするところももちろんあると思うんですけどもう最終的にやっぱもう当事者同士の問題ですし当事者同士しかやっぱ分からないっていうところはものすごい恋愛は大きいと思うので逆にもコメントできないです だからもうそこはもうはじめしゃじはじめえー、はじはじろんはじろんさんですね。はじめ社長さんとその周りの女性の方々でしっかりと話し合って、まあそこで説明できる部分があれば説明していただくと、もうそれしかないんじゃないでしょうか。ポンピー彼女いません。えー、では続きましてえー、まあはじめ社長とちょっと関連してということでポンピーのちょっと結婚式。いやなんでよ。<laughs> い,やいやいやいや。猫ニラさんも来てる。猫ニラさんどうも。見てますよ佐賀つくの動画ありがとうございますいつも。

いやーちょっと、おい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 、デコニラさんのね浮気された復縁室のお話もおかしい好きな映画はターミナルですしますか皆さんクラコーディアクラコージアクラコージアントムハンクスのターミナルという映画非常に泣けるあの、まあ、簡単に言うと空港の中でですねえ繰り広げられるヒューマンドラマヒューマンサスペンスでございますこれもコナンが楽しみでしょうがないです コハロン東京攻めろおおおおおラらららららららゴールを奪え一番好きなのは石川直ですなららららコハロン東京勝利をつかめ好きな女優は前から言ってますずっと途田えリカですずっとずっと途田えリカで前よりも でかなことが。シャープ六の動画ってなんだっけ。シャープ六。の動画面白い席です聞いた,た。後輩もん。面長ヘイモン。細長いことなんか気にならないさ。あ、君のお顔はバカ不思議。君のお田たががひなた中。好きな理事長おかしいでしょさ。はい、はい。さがとす。はい、は 好きな CM はこれみなさん。いや、いや好きな CM 何かな好100人乗っても大丈夫、稲葉物木です。白石麻衣さん好きです。今回、フィーバあえてやりません。誰がスタメンだと思うブンブン。いや、やっぱり大阪スタ,大阪スタ,スタメンで発表されてるのかね。まだじゃない、ね、あちらの店のこ 貫けよ大阪スタイルだぞ好きな教団はおおわんとらす。ダントラスダン。ダンダンダン。おおわんとらす。ダンダン。ダン,ダン,アントラスダン。ダンダン,ダン。あう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 。コロン記念小学校の設立はありま,ありませんよ。さくらまだま好きじゃ好きないから言ったら好きですよ。 大阪半端ないって後ろ向きにひたボールトラップスいいの高志ララ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 ラ

おーおーおータコスケダンテカダンテカディカップシカップディカップシカップコアラの科学に出家できませんバルサとパリサンジェルマンして実際に生で見に行ったんですかそれめっちゃすごいじゃん本当に次試合はえっ、ー、と二十えっ、ー、と今週のあさってアンダー23相模相模対相模ですね相模,、SC 相模 オリジナル SC ですね。いやいやいや、おいおいおい,おいお、モラルねだ。すみません、今だ本当申し訳ないです。相模,、えー、相模原 SC 対アンダー23見に行きます。ポンピーはポジションってか、あのベンチウォーマーです。ベンチウォーマーです。この時の動画いつと今日日本です。日本の日本をしてます。ハリル、俺も呼んで。 試合を競馬はやったことないですね。はじけよう。西側か、負けるわけはないさ。ピカチュー。カモン、ルカ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 ドールケ。いちょっとししゃものちゃんとはポンピーじゃないと分かんないです。いや、全然分かんない。<laughs> 明日、なんか、なんかしらの動画を。 11時20分頃からまで、20分半ごろまでです。対戦見に行きます。宇佐美のちゃんとどんなんだっけ。おあたか高木さん、怪我してますからね。ああどう、と、東京、東,東京こそすべて。お、代表戦はですね、いや、あの、ゴール裏で、まあ、見た、見たかったというか、今回はたまたまということで、メインスタンドで見ます。 この不ョの離脱です。カモトキョウ、カモトキョウ、カモトキョウ。えー、ご反論です。え、実食実食実食ということで、西内マリアさん、白子コポンツ。でれれんくわす嫌いで、皆さんのおかげで、したのブはじけよう、ノボリザット。 負けるわけは長谷川達也熱い後半に続くあ後半に続く川崎の吉野あ SMAP はやっぱ僕たち世代のアイドルですからねやっぱり復活してほしいです。 そうそうさ僕らは世界に一つだけのは対戦の動画も出せよ定ですララララ赤と黒のこれ札幌のちゃんとラララララ男なら打ちまぐれやっちまえ俺のハートに火をつけようよそらの

えっと北ギラバンツは違うわ福岡そなんなもんすかねああ全然岐阜 <laughs> 福岡岐阜あ,あれちょっといざそう言われると結構難しいなやっぱ全然多分出てこう,こういう時やっぱ順番に上から整理してって多い,いな都道府県からやっぱ都道府県中に下っていってプラブリッツ秋田それ J3 ですえっ、ー、とあっちのあと 東北、東北、東北あるか遠くないよね。関東で街でゼルビア。やばいやばいやばい。出てこなかったらどうしようモンティデアマガタるリオ、栃木市もあるル、トーリニタ、ロワソクマモトウタカ、トキョペル、全然あるよ。ラベ,ベルディ、ラベルディ、もありますンダンス教室行ってます。は、ヤドベルディ、ミドリはない。トキョ、オレ、アウォトは。 ーってディア沼津って J2 だっけ水かけるのとかやめてよ。えっ、ー、と、レイソルのちゃんとあれ、えーと。う、う、ちゅ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 う、俺たちは歌詞は黄色がとっても似合うよ。詞が来たきさ。くらくらしちゃう。ダン、ダン、ダン、ダン。トスはあれが好きなんですよ。ごめんなさい。歌詞覚えてないですけど、ね。ティンバーのやつスピットブルの。

ノーのびルティシャツ無敵を見やわっしょいを見や見せてくれ攻めろオレンジングダ勝利を見せてくれ無敵よビッグソンの観光スポッ逆に教えてください松田直樹松本の松田直樹俺たちと

えさとみき…あ、難しいな。さとみきです。小さい頃の有名なテレビ局で働くことです。テレビはなることでした。見せろゴール、貫けよ、大阪スタイル。あ、いりささん可愛いですよね。ぜひ、一回会ってみたい。いや、でも,もうち、ちょっととみきはやっぱ突き抜けたなんかもう綺麗さ、オーラがすごい。 反応しました。達也鈴木反応鈴木達也さん反応します。達也達雪彦雪ユーチューバーで誰が一番好きか。これは難しいですがやっぱりでも一番見るのやっぱ禁断さんかな。ドキ,キドキき出せけどマリタ運命それだよ。220。次の参戦予定は、えー、土曜日です。土曜日 J3 の試合に行きます。 カモン東京、カモン東京。あれサンフィレッジのあ広島のちゃんとやべどうぞ、じゃったあれああ、なんだっけ広島の俺がよく歌ってるチャンとさあ、行こ,さあ行こうぜ、どこまでも走り出せ。走り、石川直宏。輝け俺たちと共に。広島。ゴールもちろん見てます。 おーおー見てますって本当に見た、うん、み、み、み、見ました。メイターヒロタカ。ゲートやヌーは飽きてはないです。可愛 <laughs> い,い。<laughs> ゲートゴール。禁断ボーイズでジリーグファンなの。ガンバ。禁断さんがちょっと J リーグ見てるイメージじゃないですね。みつえろ。うたが。あれ、あれ、あれ、トクラです。札幌ですけど、最初、うたが、あれ。 バレンタインでチョコもらってもしてたことは体育の時間めっちゃ頑張るうーたかあれあれあれうたえドどぅ浦和さん行きますよえドどガンバとセレッサもどっちも好きですもうコートつけられないアイリーさんト今日カボレ復帰カボレカボレそカボレれ癖になっちゃうお。鈴木達也さん大丈夫おめでとうハッピーバースデイトゥーユー

Asari dasai Lemme me leave that loga Let me see that loga Cooley is to the I know La 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 Alvidexa La 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 Cortes Ay! Ay! おおっ、おあっ、あ,あバーバーちょっと日本のあの、あの、ちゃんとお願いします。あれみたいです。はい。なんだっけシュレックじゃなくて、シュレックじゃねえや。新潟コルテイス以外は愛してる、新潟、愛しこれ今聞いてますよ、課長者。 難しいな、こ度ちゃんと。<ス>おーかずマゴール、大岡妻1-0で勝ちます、日本。ポンピーの二次会の話、しょうがないしましょうか。ポンピーはですね、いけないな。かも、東京かも、東京。札幌もいきますよ。 難しいなしんちゃんとこれ西岡と同じ応援歌なんだ「怒りをあげろ」「真空の戦士たち産声あげろ」 あれこべ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 バラバラいつもあのゴールラの十五番の後ろらへん55番じゃねえなこちら60番の辺でしたこの逆してして逆顔逆カムントキョカムントキョ見せろゴール貫けよ大阪すたヤマハも行きますスタイル 長いです。ありがとうございます愛してるサガンとスーこの気持ち日々がサッカーしてましたサッカー部出身ですよ誰かと無トオヨシノリムトオヨシ人力東京 東京コスタンタンベテ、タンタンタン俺らをおく、タンツ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 ジ熱ーン、ネツタけツタンタンタン、優勝つけポンピーの元カナダ橋それはどうしよう。いやいやいや、はじめ社長じゃねえよ。小原社長、そこわら社長。いや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 。よし、まず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 、まずいって、実名は、ほんとに。 自分で言うなよ本当に「ねんまあ、ねんまあ、ねんまあ、明日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 も歌ってください明日もってなんだろう俺の初めての試合観戦は小学校5年生 FC 東京が J2 の頃の試合確か言っては確かモンティアが当たったと思うなその頃のバモバモ東京おいおい

怒られることなんてあるから、まあ、いやもう本当数少ないです本当一二回と思いますだいたい自分からこう来るんで実はこれもアクションサッカーですリアクションじゃないですこれもアクションサッカーなんでポジションからのバーボ東京バボ東京バーバボ東京アレンスはコールーーやい,いやそれは全然もうとんでもないそれはもう各チームに素晴らしいコールリーダーの方がいらっしゃるので このままその方が作ったこう応援をもうそれぞれのチームちゃんとこそやって大好きなんでそれをもとにやっぱ応援バンバンしていきたいと思います。アクション卓球。こ,れブーデこれの武勇伝としては えー、卓球部にこう在籍していた時にですね、まあ、結構都大会の方でもだいぶいい位置に行ったことがありました。で、これがですね、団体戦でかつダブルス、かつこの試合、まあ、要はたあの柔道みたいな対象戦、副将戦、女王戦みたいになっているので、このダブルスの試合を取ったら団体として勝利、ベスト、多分十16に進出ぐらいの、まじ、あ、16かないな、多分三32か64ぐらいか、進出だった時に、 まさにここ最後のマッチポイントぐらいだったんですよ。このポイント取って勝ち。こんな場面がありまして、まあ、これもこうサーブだったんですか、卓球サーブ。はい、卓球サーブはだいたいこうですね。皆さん、こうじゃないですよこうじゃないサーブのとだとこうボール上げないといけないんですよ。ある一定の距離、これの顔ぐらい。これ上げて落ちてきたのをこう打つっていうのが、卓球の本来のルールなんですけれども、まあ、何を思ったかですね、やっぱりこれも緊張してたんでしょうね、都大会、そんなもう。 盛り上がってくるゾ,クゾクする場合あんま立ったことないですから、ね、なんか上げたこうボールがちょっとやっぱり横にこうずれてしまって本当はまっすぐ落としてこう打たなきゃいけないのにこうやってまっすぐ落ちてきたボールをこうってずっとうわ見てましたこれ見てました見てました見てました落ちてくる卓球のボールを打つと思ったら、顎に当たっちゃったんですそのまま顎に当たってそのままもうあのフォルトという形になりましてそのまま敗戦という形ですこれはもう本当あのダブルスのパートナーも本当まあそれが試合だったのでほぼ泣いていまして その後、小の先生から笑いながら殴られました。以上、コロンの武勇伝でございました。武勇伝といえば、知ってますかこの、この姿勢でやっぱ相当ハロープロファンだな。やっぱ武勇伝、ハロープロのユニットで武勇伝ってあったの知ってますか知ってますよね、もちろん。コロンも大好きな石川梨花、チャーミー石川が入ってましたから、そしてその石川は西武のナンチャら選手と結婚したらしいですね。悔しい、寂しいな。石川理花。 あっぱれあっぱれキスしてゲットいっぱれいっぱれあいめどいつも一緒オょおらだだだだのゆしゃしょみとあおのゆしゃしょなん好きな選手は石川なですパッペッあそうだ野上選手だと先生いきますよ 眠らい待ち。この急上昇ランキング入ってません。もう一度入ったんですかそれは。カモ,東京カモシュート打って、はい、シュート打った。コアロンの編集も今度やってみると大丈夫ですね。コアロン編集の動画は。だできんのね。だやってみます。だ次の動画どうするだ、だ、俺がやるよ。だ、俺とダメよ。<laughs> だここ次の動画、これ編集するから、編集しなかったらコアロンの時一つになってないってことじゃ。だ、俺とダメよ。コアロンときは。 鳥にいた鳥にいた鳥よ鳥よ鳥たち大島の谷口の谷口でしょかっこよさで言ったら谷口やな大島ちょっと可愛らしい顔だから鳥よ鳥よ鳥た鳥のめちゃくちゃ起きてるよ本当にハンマーでやりますおひろたかしどん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 ,どん,どんだだ。 今週いやまあ、ポンピーホテルにはえー、基本的に週5で滞在週6で滞在しますバーバット一番い,いや一人旅はこれしたことないですね逆に一回してみたいだいけないじゃんできるじゃんなんでいけないの一人じゃ全然できないじゃんできるでしょうよだって洗濯もできないんだからいやできたことあんのかよはいや <laughs> だんだんできねえよ実家に住んでおいおいじ なんで実家で住所都内で実家でおもながって言ったらも検索して出てきちゃうんだから, <laughs> だからお母さんに全身大切おいおいおいやめろってだ初めての一人旅だもう行く,行くんでささみ持ってバジルささみ持ってきますだ水泳キャップじゃないですこれ結構水泳はできるんですよ実は平焼きでいきますはいクロール えそしてバタフライ。意外に。現時代未来を今この手つけみ取るから、つーケミトルケ島津さん、それ素晴らしいです。ぜひ一緒に見てください。諦めることはまだ早いのイれキレるまでもっともっと甘やけるわバタフライ。えー、これはえー田クミさんのバタフライっていう曲です。ちなみに、このンが高田久美さんの曲の中で一番好きなのは、 奇跡という曲です。これはですね、かつての J リーグタイム、そして BS の J リーグ中継のテーマソングでした。ぜひ、いい歌なで皆さん聴いてみてください。叶わないものを叶えていく力が世界にはきっと道。Let's go, 世代が仙台、うん。See y o b y o the same forever. き、けけは、お、ま、え、懐かしいですよね、奇跡の歌。素晴らしい、俺も大好きですよ。ななな、あ、北海道から、こんばんは。スタメン発表された北の大地から、こんばんは。あのー、四月八日、お伺いいたしますんで。よろしくお願いいたします。コロン毎年、ちなみに、北海道に行っております。スタメン発表されたらしいです。おじい論が、はいはいはい、北海道に住んでるのね、えー。ちょっと、お願いします。じゃあ、ちょっと、スタメンの方。こ<れ>ええー、スタメン発表します。てんつ、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 てんつ。 ゴールキーパーエイジー川島・カワシマゴールドコーションなの<た>西川じゃないんだいや分かんないこれが本当に合ってるんこれ合ってる<は>本当にちょっとちょっといや、サッカーキングのこっちでしょサッゴールキーパー主作西川オレイディフェンダーユート・ナガトモディフェンダーマイヤ・ヨシダエイディフェンダー,マ,ダンダーマサト・モリシゲ ディフェンダー、ヒロキ・サカイ、エイ、ミフィールド、ホタル・ヤマグチ、エイ、ミフィールド、ヤスユキ・コンノ、エイ、ミフィールド、シンジー・カガワ、エイ、フォレス、ゲンキ・ハラグチ、エイ、フォレス、ユーヤ・クボ、エイ、フォレス、ユーヤ・オ・サコ、イエイ。 ハリルーニパーハリルーニパーハリルーニパーニッポンワントップそしてコアロンです。フォレストイナフォレストイナフ,フ,フォレストイ、ね、フォレストフォレスフォレストフォレスフォレストイナチドフォレストフォレストイフォレストフォレストイナチド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 フォレストイだチドフォレストイナチドフォレストフォレストイナチドフォレストイナチドフォレストイナチドフォフォレレス 山口。今のスタメン楽しみですね。一二一です。2、ニッパー。お前さっき、1、0ってっただろ。<laughs> いや、だからコロンの良さは2、1、あるあるっていうの定説なんで、やっぱり。英語の参考書といえば、ネクストステージです。アップグレードです。ネクストステージなんて使ってたのいや、まあ、見たことは使ってる人もいたいでしょ。もう俺はアップグレードだった。アップグレード。 森ゴールするんじゃない方順だしカモンドスペシャルワン「やすゆき」「こんなオーライ」right.「ヒーラ山ひらヒーラマ」あ「川島なのか」なんか実はどこだろう?い<や>「川島サッ,サッカー圏川島」って書いてある川島先発川島「きた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 」勝て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 「カテ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 ホームやザー」あ「中国勝ったんだ」え「えどこに?」「韓国」え「え韓国負けたん 結構やばいんじゃないかな、韓国。あーくーばー。あと2、3分で終了となります。コロもコアロンハウスに戻っ<や>アディショナルタイムです。いや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 、AD タイムのほちょっとないんで。へっ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 へ,へ。ふざけたロスタイムですよ、これ。オーストラリア引き分け。よし、どうがそら、ヤマハも行く予定です。 ゆリコが空を飛ぶよしとどん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 おくぼよしとのり get down get d o w n ナイカ MC おいおい俺はハンニャさんだこんなにどにどみだ超えてゆく俺がハンニャだいつみにちょこ MC かんだかもと山口あ作詞だ懐かしいの、ね、ホタル山口グランパスを昇格すると思います ロロホタル遅即するかいやつらのグルニブチク東京東京眠らラない街青と赤の俺らラの湘南湘南名古屋湘南名古屋上がってきそうだなあとどこだろ湘南やっぱ上がってくる気がするんだよな湘南名古屋 京都とかもあるようですね。松本山がも、佐藤美紀のグラビアアーと見ます。ビッグサン行きます。あれ、サみだれあ、ゴーんです。千葉来てほしい。千葉。山田、ま、大阪また行きたいですね。逆にアジさん、お待ちしますよ。高楽節も上がります。フリースタイルダンジョン見てますよ。毎週見てます。結構好きです、フリースタイルダンジョン。この町カリートさんにもたまたま会いました。 チコカリーとチコカリ大阪で会いましたチコカリさん大阪で会いましたカモン東京カモン東京本当にたまたま本当にたまたまチコカリートさんに遭遇しましたあと見たことあるのは誰だっけまあまあエースさんはよく渋谷で見かけますあとダースレイダーダースレイダーダースレイダーさん見たことありますあと誰だああとあれだルードアルファさんもこの前たまたま渋谷で会いました<イ>あ,んまあたったというかすれ違いましたルイスだ ね、あールルイあん、ルイさんだっけ<と>もう会いました。ティタあと、T、ティータンさん。コアチューのラップを作っラップを言ってくれたよティータンさん。札幌好きな人、ララララ、赤と黒の、ラララララ、男なら、うちまくれ、やっちまえ、俺のジャスティス、俺のハートのフィギュア。違う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 、このはコアーコロンハウスの方です。 コロマスのスキャンダルの方です。カモント、今日は。ハイジーさんは、なんかジ、ジップの方で問題になってたんで、ジップロックや。なんだっけ、ハイジーさん、ジップロックって。いや、だから、なんか、妹ハルトみたいなの、紅、なんか、吐いたみたいな。ああ、ハイジーさん、はい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 。今日の注目選手は、コン今コン度、せーの、コン度、せーの、コン度。トストのダービー楽しみです。決めたくじゃないです。 あ学生時代の花はキュウリですロングコロンおみやきておまる注意。面白いおもしろいよしきいこおれしょよささん、集まれあお,お小林。ララララララらららああとのしきたい日本対 UAV はおそらく1-0ですお前2-1っつ,つっただろ最終的には1-0ですこれは ポンピエルさんラッシャいたわに似てるっていう意見も来てるんでいやじゃ似てる選手の名前でしょあのいいじゃゃフロントアレのフロントアレいやもうラッキじゃないですもうみんなかわいいアイリサさんもユリ,ユ,リユリカルさんもサタミさんも全然最高カモン東京カモン東京カモン東京うった WBC はちょっと仕事中なんで見れませんでしたあの会社の食堂でちょっと見れました 絶対勝つよお,お前頼むよカモト今日カモト今日カモト今日。後ろの茶色い後ろ茶色いの俺俺はローマのローマのフラッグですはい。別に隣はフィオレンティーナがフィオレンナーティス。 スタジアムへ行こうの時川崎のサポーターさんもコペンライトをかけてくれたのあれ良かったですね。やっぱり玉川クラシック最高。きの試合もタンベオ。ヌーン、ヌーン、ヌーン、どこ行ったのヌーン、結婚してないです。と叫べ、俺の東京。ばもコハロンがそこにいるかな、コハロンが。俳句です。東京、東京、東京。じゃあぼちぼちですかね、これは。はい。皆さん。 えー、大変長い間お付き合いいただきましてありがとうございましたま、えー、もなくコハロンもですね、えー、日本代表出演の観戦に向けてコハロンハウスの方に移動したいと思います、まあ、ちょっとビールぐらい買って帰りますかねせっかくなんで日本代表観戦なんで皆さんも日本対 UA ぜひ応援して素晴らしい気持ちで明日の学校や仕事などを迎えましょう明日た花の金曜日ですからね花の東京 し日本も勝って明日金曜日最高の金曜日を迎えましょうそして週末を迎えましょうそれではまた次回のどんどん動画そしてスタジアムでお会いさせていただければと思います以上今日は日本代表のインフォームに身をつんだコハ・ロンがお送りいたしましたスーパーフライデー 最後にじゃあ、眠らない町を歌いながらお別れしたいと思います。皆さんありがとうございました。東京、東京、眠れない町、俺らの誇り、おーおー、そうか、みんな春休みかしょ、東京、東京、首都で眠らない町、首都で、首都バイローン。 バイローン。ゆりかるさんのショールーム終わったかな。バイローン。ポチ。皆さんバイローン。